ジェイソン・ギー・ペイトンは、アメリカ合衆国、オハイオ州、マスキンガム郡・ゼーンズビル出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。ジョージア工科大学時代は、ノマー・ガルシア・パーラ、ジェイソン・バリテックとチームメイトだった。1994年の MLB ドラフト一巡滅移保で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。1998年にメジャーデビューした。 2002年シーズン途中にコロラドロッキーズへ移籍。2003年オフにサンディエゴ・パドレスに FA 移籍した。2004年オフにデイブ・ロバーツとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍。2005年は初のアリーグ在籍となったが、左翼手は主砲マニー・ラミレス。中堅手はメジャーッシュのリードオフマンであるジョニー・デーモン。右翼手は生え抜きのトロット・ニクソンと固定されていたため。 外野の控えとしてのプレーを余儀なくされた。あまりに出番が少ないために自ら遺跡志願し、7月にチャド・ブラッド・フォードとのトレードで、オークランド・アスレチックスへ遺跡。アスレチックス遺跡後、すぐに2試合連続本塁打を放ち、制裁奥手に定着。シーズン終盤に失速したものの、遺跡後は打率こそ、269であったが、69試合で13、本塁打。 42打点をマーク。2006年は、外野すべてを守りながら142試合に出場し、チームトップの打率。296、2年連続2桁本塁打となる10、本塁打をマーク。しかし、守備についた137試合で、自己アーストとなる7失策を犯すなど、安定感を欠いた。この年の1打席あたりの球数は両リーグ最小と、 なる3.129で、ガイア3ポジションで各40試合以上出場したのは、史上初であった。同年オフに FA となり、剣手のガイア種を求めていた、ボルチモアオリオールズへ、FA 移籍。再びロッキーズでプレーした2010年を最後に引退した。ガイア3ポジションすべてを守れる。守備は平均以上だが、肩はそれほど強くない。中剣手。 左翼手での起用が多く、外野3ポジションの中では、左翼手が一番上手い。ありがとうございます。